はい、どうも皆さん、こんにちは。新たです。新たなダンススクールやってまいりました。やーということで、さあやってまいりました。今回はですね、INI さんたちからドロップ、こちらのコレオグラフィービデオを見ていきたいと思います。ということで、シュンラックボタンをファイということで、今回なんと振付師が、カイタさんというふうにお話を聞いているところでございます。前回、前々回がレイナさんで、今回はカイタさんということで、もう世界を代表する、日本を代表する世界的振付師さんが振付をされているというところで期待大でございます。行ってみたいと思います。一番最初は著作権の関係があるので、音はこちらに聞かせていただいてというところでありますので、ご了承くださいませ。見終わった後にしっかりと感想の方も述べていきますので、よろしくお願いいたします。それでは行ってみましょう。レッツラーラララガウツ。全然誘ってなかった。もうなったらたたっと。おお。ほほ。おお。うん。映像もやばい。お。え？おー、藤巻くん？おー。おー。ほほほほ。わー。リヒティ、フェーバーちゃん、なんだこのかっこよさは。みんな、おお、ジンくん、ヒロムちゃん、兄貴、うわ、木村くん、なんという爽やかさ。フェファちゃん、トゥトゥトゥ、おー、ジンくん、高見くん、ヒロムちゃん、耳が、私の耳が、藤巻くん、フェンファちゃん、たくみくん、お、おー、音、音、来た？来た？おー、やーば、うわ、おーおーおー、すんごい、すんごいことになっていく、なっている。てー、やばー、すごいですね。どうなってるんでしょうっていうぐらい、曲のこのイケイケ感と、タジ君のこのスタート感と、このオラつきというんですかね、やっぱりイケてるダンスですね。本当に完璧にイケてるダンスというか、なんでしょう、センス
シンプルに。たけるちゃんのこのノリ感、絶対にこの爽やかさは止めないですよね。かっこいい。シートベルトのところとか、振り付けのそのなんでしょう、楽曲に対するアプローチの仕方もすごい細かいですし、クッっていう風に乗せてく感じがまたあのなんですかね、バイブスというかグルーヴ感になってるですよね。なんか一個一個のノリ感がやはりその海田さんの振り付けというところだけあって、少し泥臭さがあるんですよね。ここがかっこいいというか、その洋服を汚しに行くかっこよさみたいな、ちょっと伝わり方難しいな、なんて言うんだろうな、ヒップホップ臭さみたいな、カルチャーの匂いみたいなものをすごくこうふんだんに取り入れて振り付けを作られているような気がしていて、まあそれが何よりもやっぱりこの INI さんたちを輝かせるというか、佐野くん振りかっこよ。Drop っていう楽曲なので、その落とすっていう、これが今回多分ちょっとアイコニックポイントになってるんでしょうね。 Drop っていうところ、いやそのアイディアよ。でここの乗り方、足元のタカタカタンタカタカタタンタカタカタン、このタンタンタン、この出し方とか、ひゃタラタラ、この普通だったらワンツーエンスリーフォーのところをワンみたいな感じですかね。ワンいや、木村くん、うまい。やっぱりその、海田さんの振り付けを消化できる実力の持ち主たちが集まってるっていうところも強いですよね。これとか、ここの揺らし方とかにやっぱりバイブスというか、その、ヒップホップ臭がするというか。かっこいい。ロックの部分でダダダラダラダ、ロックドロップっていう、ドロップで下に落っことしてるから、ロックの部分では大きく上げてるのかなとかで、そのロックっていうのをロックンロールポーズで取りに行くところとか、いやーかっこよすぎんか。いやーすごいかっこいい。なんともなんと、この手の抜き感、突然なんか力を振って抜いて振って見せるところとか、もう聞いてないよっていうぐらいの緩急がつくので、すごいドライブをしてる感じですよね。車に乗ってるっていうところで例えたら、またこれはここのフェンファンちゃんまた素晴らしいですよ。たくみくん手のグローブもかっこいいし、いやジンくん、なんという表現力、素晴らしい、かっこいいですね。見せ方がやっぱり抜群なところがあって、たけるちゃん、ひろむちゃん、ここよ、兄貴たち、兄貴たち、ちょっとすごいじゃないのよ、もう。でもここも多分この4人にじゃあこのパートを踊ってもらおうっていうところの、誰がこの振りを踊るかまでも多分もう本当に想像してらっしゃるんだろうなっていうのがなんかもう見えてくるというか、だからこういう振り付けの内容になってるのかなみたいな風にもちょっと思いますよね。このオラオラ感というか、このクロスの構成とかもまた綺麗ですし、で、いやーそうやって位置変わるんだみたいなね、ジンくん、今度はちょっと広めに撮っていくところ、すごい振り付け、ロックまだか、これみんなでやりたいですね、ロックっていうところ。ラララダダラダダダ、すげー、素晴らしい素晴らしい歌声。ここの見せ方もね、この高低差のつけ方、中の見せ方、外側の人の見せ方、ここはもうボーカルラインのリレーが続くわけじゃないですか。その見せ方ですよね。順次順次真ん中に歌う人が出てきて、歌う人が出てきてっていうところのこの見せ方、素晴らしい。からの注目ポイント。素晴らしいですね、ここ。この小気味なステップで出てくるこの西くん、いやー
強い。で、この後に、後ろ行って、これが僕の中では結構前代未聞です。背中向けちゃうんですよ、全員で。で、ドーンってぶつかってから、前にうわーって出てくる、この、イケてるボーイズたち。だからちょっと、遊び心じゃないですけれども、そういう、普通だったら NG よねっていう、その顔を後ろに向けてみんなで背中を向けて後ろに走っていくだなんてみたいな。ちょっとでも顔を前に見せておきたいじゃないのよっていうところに対して、まさかの、そのちょっとネタじゃないですけども、ドリフじゃないですけども、わーって言ってからまっていうそのアクティングの要素に近いですよね、この瞬間っていうのは。でもそれが曲のこのバイブスに合ってるので、全然不自然じゃないというか、むしろすごいスパイスになってるっていう、演出ですよね、ここら辺とかは。いやー、で、そのボンってぶつかった勢いでドンドンドンって出てくるこの勢い、この後の皆さんこの表情、あー、でダンスブレイクに入っていくっていう、いや素晴らしいですね。どうやってギアを上げていけるのかっていうところの、やっぱり演出ってすごく大事なんだなっていう風に感じますよね。曲だけがこう、なんでしょう、ダンスブレイクの盛り上がるところにこう入っていくぞーだけじゃなくて、皆さんのその動きの中にも、その空間的に移動していくっていう、空間の中の移動によって、その前後ですよね。後ろ向いてからぶつかって前に行くっていう、一つ、まあそういう仮想の世界みたいなものを作ることによって生まれる、このパッションというか、弾け具合というか、これは本当に、発想力ですね。完全にアイデアが天才すぎるっていう。ここはやばい。この落としはやばいです。これはちょっとやばいです。これはもう壮絶な裏切りですね。ダラダラダン。タラララランダンダンダダラダラダンダダラダダっていうところで、めちゃくちゃ最後の最後のラストスパートのサビで思いっきり乗りに来るかと思いきや、全員で手をこう広げてグーンって風にこう落ちていくっていう、落ちるだけっていう、ここの裏切りはすごいですね。わー。で、その後のこの蹴り、この蹴りですね。素晴らしい。いやー、おー、木村くんすごいことになっている。いやー、ここ西くんが軍やってみんながジャンプするところ、このかっこよさ、おー、これどこ、最後どうなってるんだ。ああ。西くんだけラスト最初に一人持ってってるんだ。これはやばい。すごい。天才海田さんが作るこの、やっぱ引き出しますよね。そのボーイズさんたちならではのイケイケ感というか、オラオラ感というか。クオリティがすっごい高い振り付けなのと、演出、見せ方、あと一個一個のそのドロップっていう楽曲のそのコンセプト、世界観、見せたいもの、楽曲を通じて見せたいメンバーの方たちの新しい一面みたいな部分が、全部これはもう本当に考え抜かれて作られてるんだなっていうのを感じるところでございます。すごすぎる。すごすぎる。もうこれ、もうすごいコメントもいただいていて、めちゃめちゃやばいですと、もう私大好きすぎますっていうコメントもすごいいただいてるんですけども、納得でございます。それはそうだわっていうぐらい、これは心つかまれるダンスですね。はい、ということで皆様の感想もぜひぜひ下の方のコメント欄からいただけたら嬉しいございます。よろしくお願いします。現場から以上でございます。ありがとうございました。よいしょ、つい。